ヒューランドは、イギリスの変速機開発、販売メーカー。1957年創業。1957年に、マイク・ヒューランドによって創業された。1958年にユットレース・トール・レーシング、チームから、f 2用のギアボックスの製作を依頼された。ヒューランドは、フォルクスワーゲン・ビートルのギアボックスをベースに、マグネシウム製のケーシングに改良を施し、 天地を逆転させた。これがマーク1と呼ばれる初作品であった。その後もディファレンシャルの改良や、自製のサイドプレートを採用するなど、さらなる改良を施し、マーク4にまで発展した。マーク4は年間500機以上の大ヒットとなり、ビートルベースのギアボックスは最終的に1万機以上を制作したと後に、ヒューランドは語っている。 1970年には創業者であるヒューランドがザ・プレスティジェス・ファード・トロフィーを受賞した。これはイギリスのモータースポーツに関する賞である。ヒューランド製のパーツを使用したマシンが7つの世界選手権を制した。1963年には最初の F1 オーギリアボックスである HD4、HD5 が供給された。1964年には HD4 を搭載したブラバム BT7 オカルダンガーニーのドライブでフランス GP にて初勝利を挙げた。1966年からの3リットル時代には DG300 が1968年には発展系である FG400 がデビューした。DFV 時代多くのチームで FG400 が使用された。1970年代の F1 においては同時期に ホードコスワース DFV エンジンが市販されていたこともあり、ヒューランドのギアボックスと共に購入し、それをシャーシに搭載して F1 に参戦するチームが多数存在した。一時期、フェラーリ以外のチームすべてがヒューランド製ギアボックスを使用していたこともあった。1972年には FG400 の発展系である F がが、1978年には ケーシングを新規設計した FGB がさらにその発展系である FGC がデビューするなど精力的な活動を展開していた。しかし1970年代の終わりからマシン開発に新たな流れができた。それはグラウンドエフェクトだった。マシン下部の形状を空力に特化させるためマシン最後部にあったギアボックスが設計に制約を与えるようになってしまった。 そこで、各チームは独自のギアボックスを設計するようになった。しかし、ギアボックス内部の部品には、従来のヒューランド製を使用し続けるチームも多かった。1963年に発表された、マーク3は F3 用、1966年の FT200 と1968年のマーク7は F2 用として製作された。スーパー GT、ユスシ,シ DTM、フォーミュラ E、ルマン24時間レースなど多数のレースで多くのチームをサポートしている。ABCD レーシングオン第493号14ページ。ありがとうございます。